対局始まりました。僕の黒番です。お相手は10勝7敗と、僕は今2勝1敗ですね。お相手早いですね。3-3でやってみましょう。桂馬でね、取るのが多く打たれてますね。これね、押してからね、挟みつけちょっとやってみましょう。相手早いんでね、この形も知ってるのかな。なるほど、ここね、コウが残ってるんですね。いや、僕このね、この手初めて打ったんですけど、どうなのかね。コウにされるかな、出があるから。あんまり良くないかな。ここは負担はありますね。どうなんだろまあ、損コウですけどね、相手も。済むのかな。済んでみましょうか。かな。まあ悪手だけど、コウ材があんまりないんでね、ちょっとこれでやってみましょう。ちょっとこれだと辛いかな。正直、伸び切りではね、こうやって解くぐらいなのかなと思ってたんですよね。それであんまり良くないっぽいですよね、これ。しょうがないな、これ。危なさそうですけど、ちょっとやるしかないな。で取られちゃうか。なんかね、取られそうなんだよね。いや、参ったね。これはでも一瞬にして、そっか、切りを見てつなぎで這わなきゃいけなかったのかな、せめてね。つなぎは安易でしたね。こうやってこの切りをね、見るんでしたね。
全部こうやって抑えられちゃって負けそうですね。こうやって二段バネして、あとにつなぎ、こうやってかけられて、ダメかな。これで、まあ、潰れて終わりにしましょう。ダメそうなんですけど、ダメかな。そっちか。はい、打ってきましたね。正直時間切れ勝ちになるかなと思ったんですけどね。ちょっと編集でね、短くはしたんですけどね。飛び出す、打っとくのかどうか。ちょっと打っときましょうか。そんで、ちょっと跳ね出しとか狙うか。ぶつかれば先手なんですけどね、ちょっと跳ね付きを先手打たれるのが嫌なので。取りに来るかな、当たりして。来ましたね。逆に誘った意味もあるんですけどね。取られちゃってもおかしくないですね。
やりすぎてるかな、やっぱり。ダメかな。そうね、そこに跳ねるのが良さそうな手でしたよね。なんとかならないか。いやー、引きはいい手ですね。差し込んではあんまりならないかな。ちょっとなんかなったんじゃないですか。まだ大変そうではありますが。こうやれば生きるけど、ちょっとこれ効かせるのも辛いかな。贅沢言ってられないかな。
まあ、妨害の形では生きたんですけどね。飛ばれちゃって面白くないな。ちょっと変だけどね、こんなことやってみましょう。まあ、繋いだら、まあ、跳ねてどうかなと。ギリもやっぱ嫌ですよね。あんまりかな。ちょっと相手の目を狙おうかなと思ったんですけど。まあ、目はありますね。生きとくしかないね。辛いけど。値されて抑えられちゃうかな。つなぎか。
ちで受けた。ここでなんか強烈な手があれば黒まずいですけど、うん、それか。ツナギはまずいので、まあコスミツケですね。そうやった、つなぎだはね、どうするかな。こうやって、どのぐらい味悪いのか、形勢どうなんでしょうか。ちょっと中40ぐらいしかないね。やっぱり真ん中がふっくらしてるし、ちょっと頑張んないとまずいですね。まだ、まあ、手を抜いて頑張りましょう。コスミとか打って抑えて、うん、霧が先手になってあんまり意味ないよね。コスミ、これが飛ぶのかな。これが効くのか。あー、そっかそっかそっか、やっぱり足んなかったですか。うん、ここに打たれて投了かな。1、2、3、4、5、6。でも相手もやりづらいのかな。継がれる5、6。うん、うん、
これとつなぎ打っとくんでしたね、早めに。で、1、打つ暇なかっ2、たかな。切れましたか？これ取ってもね、目じゃないんだよね。攻め合いですね。1、2、3、4、5。なりましたよ。取るしかないよね。で、ここを押さえて。いうとこ、これどうなんだ。こういうとこ打った方がいいのかな。普通に詰めて、ここ打った方がいいかな。手数が伸びるからね。11手とか12手あるかな。まあ多分良さそうですかね。行きたくなったかな。ちょっと余裕あったと思うんでね。白こっち取り来るかな。これ取ってこれ取られたら負けみたいなことはあるかな。そうだよね。こっち行きたくなったかもな。これでね、ちょっと勝ってるかどうかっていうのが、この中央も荒らしてるから、ちょうど20目ぐらいつきそうだったのがなくなってるから多分いいと思うんだけど、まだ打ってくるよね、やっぱり。攻め取りだしね。生きといてね、よかったと思うんだよな。相手これ打っとかないとね、出があるからね。これ打っといてもいいのかな。分かんない。そうやるのか。結局、ここを取っても一緒かな。
勝ちと言えないかな。なんかめちゃくちゃすぐ詰まりましたね。関かな、もしかして。うん、なんかなんか意外と短いね。よく見たら関っぽいか。こうなっちゃったな。ただ相手一個も構成がないかな。これ2手打って死ぬかな。取るとまずい。いや、そっか、やっぱり手は抜けなかったな。つなぐ。そっか。コウ材がないんじゃないかな。で、こうやって。あ、そうだよね。で、取って。そうそう、ここがあるからね。ってさとは思わなかったな。もう一手ぐらい余裕があると思ってた。もう寄せがないのでここが大きい。数えないでちょっと並べてみましょう。あ、羽が大きかったか。ここも大きいんだよな。あれ、それなんかあったのかな。それとも手入れて勝ち？そっかそっかそっか、それ打つんだった。ただまあ秒読みを始めます。どうなってんの。勝ちなのか。相手
1目半。いやしょうがなかったか。いや負けてましたか。まあ手も抜けなかったと思うし、しょうがないかな。なんかあったのかなって、ここ。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。